Bonjour. 皆さんこんにちは。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ講師のやすこです。本日はアンサンブル11年目の特別イベントということで、関西にお住まいのアンサンブルの講師にこちらにお揃いになって来ていただきました。早速ですけれども、こちら側から自己紹介をお願いいたします。ではセバスチャン先生、よろしくお願いします。アンサンブル講師のセバスチャンです。みんなこんにちは。南フランス、プロヴァンス出身で、今現在は山口県に住んでいます。アンサンブル歴は11年になると思いますね。一番長い講師の方。10年か11年。長い。あ、ちょうど今月で11年になると思います。およろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、ヴァネッサです。私リルから来ました。それはベルギーの近くです。本当に北の方です。そして今は神戸の近くに住んでいます。そうですよね。その学校に始めてから2年間以上ぐらいになります。とても楽しいですよ。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。マリヌです。私は、ブルターニュ出身なんですけど、リルにもう5年間ぐらい住んでいました。で、今は神戸、はい、神戸に住んでいます。で、入社したのは2018年の春だと思いますので、2年間ぐらいですね。そうなんです。はい、あっという間。はい、そうです。はい、よろしくお願いします。こんにちは、講師の俊介と申します。東京出身で、つい最近1週間前ぐらいに、大阪に引っ越してきました。アンサンブル歴は、去年2019年の11月からですので、ほんの数ヶ月です。どうぞよろしくお願いします。では続きまして、こちらのおいでの先生たちにどのようなレッスンを普段アンサンブルでされているのか、また自分のレッスンはこういうところが得意なんだよといったポイントをお話しいただきます。ではセバスチャン先生から。はい、そうですね。私はまず、フランスと日本 の実態、ニュースなどの話も好きですけれども、苦手な方もいると思うので、まず共通点見つけて、趣味など興味のある話をめぐって進めていく形ですね。自分も最近その生徒さんたちの立場から になって勉強したいと思って、今は全く違う勉強をもうしているんですよね。もうちょっと生徒さんたちの気持ちを理解するために。それで分かったのが、やはり好奇心と探求心があった方が、知りたいという形ですね。円滑に進むのではないかと今でも実感しています。あとは結構ヒューモアジョークなど使ってレッスンするのが好きですね。何か聞きたいことがあればぜひ私に直接に聞いてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ実は2年間になりましたけど、でもいろいろな生徒がいて、だから毎日授業は仕事も違います。実は、仕事というかそんなに仕事として考えてないかもしれないですけど、本当にいろいろな生徒がいて、そしてレベルは高い生徒もいるし、
本当にビギナーの人もいるし、だからまあ、その生徒によってもちろん授業は違いますから、一番好きな授業とかそれはあまり言えないと思いますけど、セバスチャン先生も言ったんですけど、私も冗談するのが大好きですだからもし私の生徒はその授業の間にちょっと笑ったら、あ、それでいいかなと思って嬉しい。そうアンサンブル のテキストも使って、それを使うのが本当に助かります。本当にでもそのテキストを読むだけじゃなくて、いろいろなことも説明できるし、そのちょっと文化、フランスの文化にも話せるから、よく生徒は、あ、本当ですか、あ、そうですかとか、そうそれは面白いな、そうそれは本当に面白いと思いますよ。だからまあセバスチャン言った通りに、もしもちろんまあ、でもとにかくもちろん生徒が質問があればいつでもいいですよ。フランス語だけじゃなくて、フランスの生活とか、たくさん生徒はフランスに住んでて、まあ、フランス人としても、私の責任かなと思って、だから、遠慮なく、聞いてください。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そうですね。マディソンスタイルなんですけど、そうですね。私も結構読書が好きなんですから、まあ、記事とか、お話などを、読んで、で、まあ、解説したりするのが結構好きなんですけど、まあ、でも、やっぱり50分の、レッスンなので、もう、まあ、話さないとちょっと、まあ、残念かなと思って、その記事について、なんか、まあ、ニュースとか、まあ、意見とかを交換したりして、もう、すごく、はい。こんなレッスンが、まあ、好きですし、あとは最近私の感覚なんですけど、まあ、子供の生徒さんも結構増えていて、本当にすごいもう楽しいです。本当にもう子供と話したりするのがもうすごい可愛いなんです。そうなんです。本当にもうすごいみんないい子なんです。はい、本当に、はい、好きです。あとは、まあ、さっきおっしゃった通り、まあ、レベルがすごく高い生徒さんも結構いらして、で、そうですね、まあ、もっと深い話もすることができるので、もうすごくそれも、はい、好きなんです。はい、あとは、はい、あとはちょっとなんか難しい文法とか、なんか自分があんまりなんかわからない文法があって、先生に教えてくださいみたいな、なんか依頼もたまにまあ、受けて、で、なんか説明したら、あ、なるほど、あ、わかりましたみたいな、そう、それがすごくなんかもう先生としてもすごく、はい、喜びますので、本当にもう何のレッスンでも本当に楽しいなんです。はい、そうなんです。生徒さんの勉強していて、やっぱり文法を最初にやると思うんですけども、それを学んで、やっぱり自分でどう使うのかっていうのができないという内面を抱えている方がすごく生徒さんの中に多くてですね、そこを、まあ、自分の言いたいことをこう言えるようにするっていうところをお手伝いすることが多いです。そうすると喜ばれることが多いので、レッスンではそういう、スタイルですね、自分でどう言ったら、自分の言いたいことをどう言えばいいのかっていうのを重視してお教えしています。あとは中級以上の方は、文章の読解をするときに、多分僕個人的に翻訳の仕事をやってるんですけども、まあ、それでっていうのもあって、文章の読み方がわからないっていうご相談を受けてることがあって、フランス語中級以上になってくると文章が長くなって、関係代名詞がどうとか、接続詞がどうとか、就職説がどうだとかっていうのが出てくるので、そういうところ文章の構造をですね、どうやって掴んでいったらいいのかっていうことですね、教えしています。あと、フランス語独特の文章の書き方っていうのがあって、それが、なんか、日本語を読む感覚と違うところが難しいと感じる方が多いようで、そういうところも、お手伝いして、います。はい。という感じですね。はい。よろしくお願いします。はい。皆さん、
レッスンのことを話してるときに自分も楽しいといった、ね、そういった感情をすごく感じるんですけれども、本当にレッスンを教えてるというよりかは、こうなったら喜んでくれるかなというようなレッスン、私もそれを心がけてるんですけど、皆さんそれを感じます。ぜひ皆さんのレッスンにも来てみてくださいね。本日はこんなに素敵な方々にいらしていただきましたけれども、最後にアンサンブルの生徒さん、フランス語学習をされている方々に向けてメッセージをお願いします。では皆さん、いつもありがとうございます。何か不明点などわからないところがあるときには、わからないまま終わるのはもったいないので、そういうときは今日改めて言いますけれども、ぜひ聞いてください。勉強する辛さも私も分かっているので、全然何でも聞いてもらっても大丈夫です。ではまたレッスンでお会いするのを楽しみにしております。ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。そう、セバスチャンが経験がすごくあって、いつかその経験があればいいなと思うんですけど、もうちょっと時間かかりますよね。でも、ずっと、その、生徒さんは、ちゃんと分かるために頑張りますから、許してください。時々多分、全部の答えがすぐにないかもしれないですけど、でも、ずっと一生懸命、調べますから、よろしくお願いします。はい、皆さんいつもレッスンのご予約してくださってありがとうございます。いつも本当に楽しいのです。やっぱり皆さんは結構忙しいと思うんです。やっぱり仕事とか家族とか自分の趣味などがあって、それでもフランス語のレッスンをしてその準備など復習などをしてくれるのがもうすごく大変だと思います。やっぱり時間がかかります。で、すごくなんかキープレベルをキープして、そうですね、レベルをなんか上達するのにもうすっごく大変だと思います。私ももちろん日本語を勉強した、勉強するなので、はい、それがすごく理解できますので、本当にそれが、はい、素晴らしいと思います。はい、ぜひみんな、はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい、フランス語学習されていて、ちょっとずっと長く続けてると、なかなかモチベーションをこう保ち続けるのって難しくなってしまうこともあると思うんですけども、何か具体的な目標をですね、見つけて、頑張ってみるといいんじゃないかなと思います。誰かフランス人の人と喋りたいとかですね、星の王子様を読めるようになりたいとか、なんか映画を字幕なしで見られるようになりたいとか、そういうなんか目標を作って、頑張ってみるといいんじゃないかなと思います。アンサーブの先生と先生方全員と喋るようになりたいとか、はい、いいと思いますし、はい、頑張ってください。応援しています。はい、先生ありがとうございました。アンサンブルには常に50名ほどの講師がおります。本日は一部の先生ですけれども、お話を伺うことができました。アンサンブルは試験対策、もちろんフランスでの旅行会話ですとか、もちろんビジネス会話、すべて生徒様の目標に合わせて一人一人の講師がレッスンをさせていただいております。フランス語で叶えるあなたの夢、講師スタッフ一同応援しております。それでは皆さん、またアビアントー。À bientôt!